送信してるんだって。ちょっと待ちますか。今ですね、福岡にいます。今日星野村から車で福岡に来ました。誰か見てくれてるんだな、これ2人、うん、お M、 こんにちは。人生初オーラ診断結果を受けてきました。あ、間違えた。オーラ診断を受けてきました。達也さんです。はい、と私です。で、あの YouTube、 結構有名な YouTuber の人、こんにちは、かなさん、こんにちは。結構有名な YouTuber さんに出演されてあった方で、まあ、聞いてて、あ、この人信頼できるってなんとなく思って調べたら福岡の人だったんですよ。で、福岡行けるんじゃないみたいな。で、調べたらまた結構よく福岡でも私がこうよく知ってる場所だったので行きました。多分皆さんご存知な人もいるのかな。オーラ診断行きましたよ。オーラ診断行ってきました。で、あのナギの木っていうリラクゼーションサロンのナギの木って言って、あのボディケアもしてくれるんですけど、そのことも話しますね。で、あの行きました。で、まず私からボディケアを受けました。で、全身くまなくこうマッサージというか、うん、してってくれるんですけど、あれマッサージだけじゃない。私ここ1週間すっごい、たなんだ、歩けないくらい腰が痛いのと、背中からもういろんなとこが痛くて、その靴下さえ履けないみたいな感じだったんですけど、全部抜いてくれたんですよ。多分何かが入ってたと私は思ってたの。だからこれはその人がすごい能力があるっていうのを確認するために私こんな体になったのかなっていうくらい痛かったんですよ。で、それは絶対これ確認しに行ってるんだよねってこう思っていって、軽い、体がものすごく軽い、あんな片足上げれなかった私がぴょんぴょん跳ねてました今。で、あのボディケアしてもらって50分ぐらいしてもらったんですよ。もうくまなくしてくれて、まあ本当いろんなものを抜かれますよねって、最後あの入ってるもの抜いてくださいますよねって言ったら、いや、そう、そのつもりでそれでしてるけど、言ったら怪しまれるね、まあ分かるね、こういうの分からない人は怪しんじゃうから言わないようにしてるって言ってやった。で、もう本当に二人とも軽くなって、で、お顔のツヤがありがとう、よく言われるツヤだけはで、まず私ボディケア終わった後に達也さんが、達也さん隣のソファーにいたんですよね。して、あ、オーラ診断はみたいな、え、ご依頼されたメニューにオーラ診断入ってないって言われて、へぇー、ちょっと予約の時にこっちがミスってて、ただのボディケアだけをしに来たみたいな。でも、なんか、達也さんのマッサージをしながら二人のオーラ診断をプラス3000円ずつでしてくれるって言われて、あ、じゃあしてくださいみたいな。せっかくね、星野村からやっぱこの都会まで来たので、いや、お願いしますって言って、払いますって言ってしてもらいました。で、達也さんからまずしてもらう、達也さんはだからボディケアをしながらいろんなものを抜いてもらいながら、もうお疲れも溜まってたみたいですし、もう体をこう調整しながら、まず主軸となるオーラの色ね。だから私、皆さんもそのオーラって見える人はほとんどいないと思うんですよ。でもそういう人ってやっぱりこう見える可視光線の幅が広いんですよね。だから多分本当
微細な、とても微細なあの周波数をお持ちなんだと思います。キャパが広いね。で、達也さんの主軸の色が赤でした。赤、赤ってどんな色なんですかみたいな言ったら、はい、なんて言われました。うん、まあ情熱の赤ね。そう、情熱、経営者に多いそうです。どんどんこうね、努力してこう前に進んで、まあ、本当経営者こう燃え上がる、こうリーダーシップの色よね。です、赤が主軸で、赤が主軸で、あと何色でしたっけ。緑と、緑が何でしたっけ。緑が先回りして考える、先回りして考える緑が入ってるそうです。でシルバーも入ってる。シルバーはなんだっけ、なんだっけ、シルバーってちょっと自分の3色ぐらい覚えといてよ。シルバーが入ってる。職人気質。そうそうそう、コツコツとね、こう、うん、なんていうのしていくみたいな、入ってますよね。もうあのあれだもん、 IT エンジニアコツコツしてきたタイプだし。でラッキーカラーも教えてくれるんですよ。ラッキーカラーがゴールド、ゴールドとブルー。これはまあ今持ってるオーラをより活性化させるために必要な色とか足りない色っていうのをやっぱり身近に置いとくといいそうなんですよ。そうです、そうです。赤が情熱ね。そう、もう経営者に多い色だそうです。経営者が結構この赤のオーラを持ってるそうですね。で緑、そう、まあこうすごく配慮ができる人、先回りして考えるね。そうです、そうです。でシルバーが職人気質、まあ、コツコツとしていく人、書いてくれてありがとうございます。でラッキーカラーが、達也さんがゴールドとブルーです。でこれを置いとくとやっぱりこう順調にいく、まあお部屋の見えるとこに置くとか、身につけると、まあゴールドだったら金色であればいいそうです。まあもちろん純金ね、金、本当のゴールドを使ってるのも、もうもちろんよしみたいな感じですね。で、こう、いろいろね、こう、別にこう、体触らなくてもわかるそうなんですけど、いろいろね、アドバイスもしてくれるんです、その方。まあ、わかるんでしょうね。こう、オーラの、持ってるものからいろんなことが。で、どっちかっていうと、一人でしていく方がいい。経営を一人でしていく方がいい。誰かとすると、すごくストレスが溜まるそうなんです。ただ、本来はやっぱり、私もずっと言ってるけど、会長気質ですと。もう会長になった方がいいと。で社長を雇うか副社長にも全部取り仕切ってもらって報告されるだけの立場に回ると本当にいいそうです。もう多分魂的に本当そんな人なのでだと思います。だからもう営業は絶対無理みたいに言ってあった。もう本当そう思う。私もずっと言ってきた。もう営業無理だと思う。だから多分後々そういう形を作っていかれるのが一番いいかなと。あと頑張りすぎない、お仕事を頑張りすぎるとダメ。こうどっちかというと遊びのためにお仕事をするっていうスタンスじゃないと苦しくなってもしまうそうです。達也さんは本当にその通り。だから週に3回ぐらいしかお仕事してない。でも十分食べていけるから。だからこの前さ、なんかほら国の機関のさ、そこにもうボロボロだったからね、もうあんなん絶対無理よ。サラリーマンとかしたらもう絶対無理。達也さんだって魂が会長なんだもん。でそんな感じですね。あとこれね、なんとか録、備忘録を覚えておくために残しとくのって何て言うの、備忘録、OB6 ビボロ
録やったっけ、なんかそのために今話してます。忘れちゃうからね、人間ってね。聞いたの。それと、なんて言ってやった、あ、そうそう、結構ものすごいね、聞いて。そう、会長気質も、あ、一回この達也さんに誰会いに来て、みんな。もう、めちゃ会長気質です。座ってる姿からすべて。立ってる姿してね、人よりやっぱり、オーラの放ち方が、普通 2.5 メートルぐらいだそうです。こう、オーラみたいな、こう、圧、気みたいなのが出てる。この人5メートル遥かに超えてるそうです。だから、いるだけで、人に圧を与える。マジだからこれ、もう私ずっと言ってる。2階にいても圧感じるから、だから私100回ぐらい家出したんですよ。もう苦しくって。だってこんな圧かける人と二人で一軒家にずっといるなんてもう苦しくなるのよ。なんかもう200回は家出したと思う。で、それ気づいてる、圧あるの。圧がね、5メートル以上飛んでるそうなんですよ。ほんとそう。ほんとそう。で、だから、結構下からは慕われる、でも上からは煙たがれることもあるって、やっぱりこう大きく感じちゃうからだそうなんです。だから達也さんより大きなエネルギー人のその音、社長さんと会わないとダメだそうです、彼は。だから一人で出かけたりとか、なんかそのいう人と出会った方がいいと。かなり大きなオーラも気もこうエネルギーも大きな男性社長さんと会うと良くなる、引っ張っててくれたり一緒に仕事ができる。でも達也さんより小さい社長さんだと向こうがなんかこう嫌がる、なんかちょっと熱がるみたいな感じで、ちょっと排除されがちだそうです。5メートル以上マジ、これマジだから、もう結構ね、圧すごい、もう圧すごいの。遠くからこの人が運転してる車見るだけでもなんかパーンって放ってるから、はぁ、もうあれ達也だよね、みたいな。勝手に避けてた。そうそうそう。みんなね、前の車嫌がるの。達也さんが後ろで走ったとみんななんかこう、脇に寄るよね。煽ってないんだけど、みたいな。そう、そうなんですよ。んで、佐藤さんそんな感じですか、うん、そんな感じですよね、うん、そう。だから遊びながら生活をされるのが一番いいでしょうということ。遊びながらじゃない、それは確か、なんだっけ、まあ仕事半分で、仕事半分で、まあ、遊びのために仕事っていうのがいいと。そうそうそう、そう、うん、遊びのために仕事っていうスタイルがいいでしょうと。仕事になるともうダメな人だそうですということです。で、次、私を見てくださいました。主軸が黄色です。黄色です。で、これはね、もうどんな霊能力者さんからも言われますけど、とにかく楽しいことが好きだと。楽しいことだけをして生きていけば正解だそうです。めっちゃいいやん。稼いがなくても全然大丈夫だそうです。楽しいことをして、それをこう掴みながら生きていくと、もう周りにね、こう豊かさが出てくるっていうのが黄色です。いや本当そんな感じです。楽しいことだけをしようっていう感じですね。そして次、2個目のカラーが紫だそうです。やっぱり霊感ありますよねって言われて、はい。はーい、目だ。ひおばあちゃまが祈祷してましたって言って、ああ、でしょうね。ね、直感があると。だから、あんまり人と深く付き合わない方がいいと。もうその通りですみたいな。もう山で、今山で正解ですみたいな。ほんと苦しくなってました、みたいな。だから結局前の教室ももう相談が多かったんですよ。習いに来るっていうより私に癒しを求めたり相談に来る。で結局当てちゃうからまた来るんですよ。なんかお稽古じゃないじゃんみたいな。お三味線始めるまでに1時間相談とかあって、もう結構私疲れてたんですよ。で、
だから広く浅く人とは付き合ってくださいって言われました。だからいろん深くその人のことを考えない、深くその入れない、自分に人を入れないっていうことでした。いやもう本当そうです。だから今楽ですって、山で動物と暮らしてるのがすごくなんか幸せって言って話してて、じゃああと一つがグリーンで、まあ気遣い屋さんですね。達也さんも入ってるように薄いグリーン、薄いっていうことは達也さんよりはあんまり気遣えないのかしらね。シャシャって入ってるぐらい、シャシャってグリーンだからそうらしいです。でラッキーカラーが、これまた不思議、足りない色っていうのにレモン色と紫だから、やっぱり今度私来年福岡新しいホールで、新しくできるホールで踊るんですけど、じゃあラッキーカラーで踊った方がいいですねって言って、紫が本当多いんですよ踊る時。また紫かなみたいな、黄色ちょこっと入れようかなみたいな感じです。で私全然稼げないんですけどって言ったら、あ大丈夫です、遊んでいけるっていうのを考えたらそれで大丈夫ですって言われました。ありがたい、本当にありがたい。なんか周りお弟子さんもだけど、みんな豊かな人多いんですよ、お金があったり達也さんも。だから私本当にこう自分で稼げないんですよってお弟子さんのさ M 教授に言ってたら、それが一番豊かなんですよって言われて、自分で稼がずに周りの人が豊かっていうのが一番豊かなんですよって言われて、ほんまやと思ってね達也さん。ねあとは2人は相性めちゃいいそうです、めちゃいいそうです。ずっと喧嘩しますけどって言ったけど大丈夫と。で達也さんが思ったこと言えない人らしいんですよ、本当言った方がいい、ためちゃうから。だから X とかね、 Twitter みたいなとブログとか何で裏垢でもいいから出す、こう書いてパソコンとかなんていうのね、タイプライターみたいな、出すとすごい軽くなっていきますと。私ウェーって言っちゃって溜めちゃうからね。あといろんな会議とかずっとしてるから、あまりこう言わないんですよ、嫌なこと言わないの、思ってること言わない、こう溜めちゃう人だから、達也さんはこう言葉で言えないなら打つ、文章にその裏垢で書いてるのが妻の全部文句だったらベストセラーになるかもねって言ってあったね。ウケる。そんな感じです。だからあと何かあった、相性はいいと、まあ、2人でお出かけ、まあ、会社も2人でしてっていいと、名前だけ私置いとくのはいいですよみたいな、別にしない方がいいって言われました。喧嘩になると別の会社にするわよって言ってから言うけど、しない方がいいそうです。一つがいいそうです。あとはそんな感じです。とにかくなんかね、人間って意外と痛みとか病気とか霊障が8割って言われてます。で、まれにあんな強い方がいらっしゃるんですよ。抜ける、人のその入ってるものを抜ける、抜いて軽くしてあげる。だからあちこち故障してる、痛いとか言う人ってもしかしたら整形とか病院の分野じゃないかもしれないから、そういうもう特技がある人って抜いてもらうっていうのはありだね。めっちゃ軽くなった、びっくりするほど。でもう痛みがないし、本当にこれはそういうことだと思います。まあ詳しくは聞きたい人はまたこれアーカイブで見といてください、残しときますということです。では私たまに行こうと思う、やっぱりねそういう体質だから受けちゃうんですよ。してその怪しい神社とか行かない方がいいって言われました。だけど私はもう楽しいとこだけ行きます、です、です。もうね古
古いところとかもう手入れできてないところ、もうごちゃごちゃなんかいっぱいいるところをお清めしようなんて、そういうのは考えない方がいいです。もう近づかないみたいな。 OK ですか、うん、はい、禁足地には行かないようにということで、これで